怨霊とはそもそも何なんだろうか。幽霊や妖怪との一番の違い、それは恨みを持って死んだ人がその恨みを晴らすために霊となったかどうかと言える。ただ死んで成仏できないだけではなく、明確にやり返したい相手、晴らしたい恨みを抱えているかどうかが怨霊かそうじゃないかの見分け方だろう。戦乱や政治の争いなど、負けた人は恨みの淵に死んでいくことも多い。その後社会的に大きな災害があれば、あれはきっと誰々の怨霊の仕業だと考える。つまり怨霊とは人の心の闇が作り出した存在、後ろめたさから来る幻影とも言えるだろう。怨霊が最も盛んに生まれていたのが奈良時代から平安時代にかけての中世貴族社会の時代である。この後紹介する怨霊たちもその時代の人々だ。その時代は人間の権力欲がむき出しにされていた時代。それだけに恨みを抱え死んでいく者も多い。また孤独や呪詛といったこの世ならざる技を持って殺された人もいる。当然ながらそんな風に生まれてきた怨霊の力は凄まじく、生きている人々にとっては恐怖そのものだろう。そこで生まれたのが御霊信仰である。怨霊となった人に生前の地位を戻したり、新たに官位を送り恨みを鎮めようと考えたのだ。果ては神として祀ることで、その霊力を社会を引いてや国を守る力として使おうとしていた。恐ろしい怨霊を信仰することで寛大な神として扱う、これは決して都合のいい考え方というわけではなく、生きている人々にとっての精神安定剤として必要な考え方だったのかもしれない。日本の伝統芸能でも多く登場する怨霊。それでは日本三大怨霊について話していきましょう。日本三大怨霊とは、平安時代に不幸な死を遂げた菅原道真、平将門、崇徳天皇のこと。彼らは生前に強い恨みや怒りを抱き、死後に祟りや災いをもたらしたと言われている。ここでは日本三大怨霊にまつわる歴史と伝説を簡単に紹介していきましょう。菅原道真。菅原道真は中流の公家出身でありながらも、天皇に重用されて右大臣まで出世するなど、とても優秀な人物であった。しかし藤原氏の策略により、醍醐天皇を廃位する企みがあるという無実の罪で九州の太宰府に左遷されてしまった。道真は家族とも離され、失意のうちに太宰府で亡くなった。その後都では道真を左遷させた藤原時平が急死したり、清涼殿が落雷で焼失したりという異変が相次いだ。これを道真の祟りと恐れた朝廷は、道真の位を太政大臣まで上げて、その怒りを鎮めようとした。道真は後に北の天満宮や太宰府天満宮などで天神として祀られており、まさに御霊信仰の代表的な人物と言える。藤原の時平が病死した際に霊となった道真が姿を現し、私は神の許しを得て恩的に復讐するために京に舞い戻ってきたと語ったという伝説もある。菅原の道真は学問の神様、文芸の神様、天神様と呼ばれることも多いが、そう呼ばれる理由がある。幼い頃より勤勉に学び、多くの学問を収めたことや、百人一首にも採用されるほどの和歌の腕前がある道真。それにより学問の神様、文芸の神様と呼ばれている。天神様の由来は、怨霊としての道真が復讐を果たす際、雷を落とすことで恩敵を殺すことが多かったので、天神様と呼ばれるようになったと言われている。平将門。平将門は桓武天皇の子孫である平氏一門の武士。父の死後関東に戻り力をつけていくが、一族の紛争や受領との争いから朝廷に敵対するようになった。将門は自らを親王と名乗り、関東に独立国を建国しようと目指すが、朝廷側の勢力に敗れて撃たれてしまった。この乱は長平天行の乱、通称平将門の乱と呼ばれている。将門の首は京都で晒し首にされたが、数ヶ月も目を開けたままだったり、自ら胴体を探して飛んでいったという伝説もある。将門の首塚は現在東京都千代田区にあるが、移転しようとすると多くの災厄が起こったことからも、将門の怨霊は恐れられているという。平将門の娘はさつき姫という名で、平将門の死後、父の無念を晴らすために貴船神社で牛の刻参りをした。その理由は、朝廷への復讐のために自ら鬼の力をつけようとしたのだ。目論み通り鬼の力を得たさつき姫は名を滝夜叉姫に変え、朝廷への復讐を始めるが、陰陽師の力もあってあっけなく討ち取られている。将門の首塚はオフィス街の一角に存在し、周辺のビルの会社では首塚に背中を向けるような配置にしない、首塚側に窓を作らないという取り組みをしている、そんな噂もある。それほど将門の怨霊を現代でも恐れているということであろう。
崇徳天皇。崇徳天皇は3歳という若さで天皇の地位に即位したが、10歳の頃に鳥羽上皇の策略でその地位から退けられてしまった。その後地位を奪われたことから、後白河は天皇と対立して保元の乱を起こしたが、敗れて流罪になってしまう。崇徳院は流罪になった先で爪や髪を伸ばし続けて、果てば鬼のような姿になり、妖怪に生まれ変わってこの無念を晴らすと言って亡くなった。その後、崇徳院に関係した人々が次々と不慮の死を遂げたり、京都が大火災に見舞われたりするなどの災難が起こった。またも怨霊の力に恐れをなした朝廷は、御霊信仰に助けを求め、崇徳院を祀ることにした。しかし、崇徳院が祀られた後もたたりは続き、恩敵である後白河天皇が亡くなるまで、その恐怖とたたりは続いていたという。実は、崇徳院は流罪になった後仏教に傾倒していた。そこで写本を書き、それを京へ送る。それは京を守るためのもので、決して何かを貶める目的はなかった。しかし写本を受け取った朝廷は、これには呪いが込められているからと、受け取りを拒否し、崇徳院に送り返した。そのことから崇徳院の恨みは膨れ上がり、妖怪として復讐することを誓ったと言われている。そこで写本を受け取っていれば、怨霊にはならずに済んでいたのかもしれない。以上が日本三大怨霊についての紹介でした。では次は怨霊スポットについていくつか紹介していきましょう。京都堀川一条戻り橋。一条戻り橋は西暦795年に架けられた橋で、以降何度か作り直されているが、当時と変わらない場所に架けられている。京の鬼門に架けられたこの橋には曰く付きの話がある。それは安倍の生命にも関係のある話。918年のある日、とある人物が亡くなり、その葬列がこの橋を渡っていた。そんな時、亡くなった人の息子が父の棺にすがって祈りを捧げた。すると、なんと亡くなったはずの父が一時的に生き返ったのだ。一条戻り橋という名は、この伝説から名付けられたと言われている。この橋にまつわる話はそれだけではない。平安時代から太平洋戦争まで、この橋には鬼や霊の話が尽きない。怨霊退治のエキスパートである安倍の生命。彼の父親が殺害されたのもこの橋でのこと。そして、生命が呪法を用いて父を生き返らせたのもこの橋でのこと。そういった伝説から、この一条戻り橋には何かただならぬ力が宿っていると考えられている。京都指折りの心霊スポット、清滝トンネル。清滝トンネルは京都で最も有名な心霊スポットの一つだろう。元は戦時中に廃線した愛宕山鉄道トンネルだったため一車線しかなく、トンネルの手前の信号で交互通行になっている。このトンネルを渡る際の作法がある。それは、トンネルに着いた時に信号が青なら一度赤になることを待ち、次に青になってからトンネルを通行するというもの。もしこれを守らないと、ボンネットの上に幽霊が落ちてきて運転者を発狂してしまうというのだ。この清滝トンネルは開通当初からこのような曰く付きの話が絶えない。その理由は、このトンネルを作る際に、人柱を建てたからではないかと噂されているが、真偽のほどは定かではない。山口県、兵士一門の眠る壇の浦の海。山口県下関市の壇の浦は、源平合戦の決戦の地としてあまりにも有名である。この戦いにより兵士軍は壊滅状態になり、敗北を悟った兵士一門は海に身を投げたという。まだ幼かった安徳天皇を含め、大勢の兵士の亡骸がこの壇の浦の海底には沈んでいるだろう。その後、壇の浦では危機快快な出来事が多発した。辺りを運航している船のもとに甲冑姿の霊が現れ、秘釈をくれと言ってまとわりついてきたというものだ。秘釈を渡すと、亡霊は海の水を船に汲み沈没させようとしてくる。なので船員たちは穴の開いた秘釈を渡し難を逃れていたという。これはまさに船幽霊と呼ばれる妖怪のことであろう。彼らは生きている人々を死霊の世界へ招き入れようとしているのだ。城中皆殺しの怨念、八王子城跡。西暦1590年、前田利家と上杉景勝軍に攻められて落城したのが八王子城である。落城の際、城の中にいるすべての者、女子供容赦なく皆殺しにされた。この歴史のためか、ここ八王子城跡は有名な心霊スポットとして現在も語り継がれている。昼間でもおかしな気配を感じるのは、当時の亡霊が亡き城を守るためにその地に残っているからではないかとも考えられている。現地のボランティアスタッフはこう言う。日が暮れたらもうここには来ない。何がいるか考えるだけでも恐ろしい。と。
以上が日本三大怨霊、そして怨霊スポットについての簡単な解説と紹介でした。日本三大怨霊は歴史的にも文化的にも重要な人物であり、現在でも多くの人々に知られています。彼らの墓や神社を訪れる際には、彼らの悲しい運命や強い思いを思い出してみてはいかがでしょうか。それでは動画はこの辺で、チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。コメント欄に動画のリクエストもお待ちしています。あなたの知る怨霊スポットがあればぜひ書き込んでください。それではさよなら。